二条サバは、鈴木目、サバ科に分類される魚の一種。インド太平洋の熱帯海域に分布する。分布域に入る沖縄では、クサラーという地方名で呼ばれている。二条サバ属グラマターサイネスは、他に、オーストラリア北部周辺の固有種 G バイカレネタスが、知られるのみである。生魚は、全長1メートルに達するものもいる。和名に、サバとある通り外見は、 サバ類に似るが、より大型になる。サバ科の分類ではサワラに、近縁のサワラ族に分類されている。側線が胸びれ付近でに分岐する点で、他のサバ科魚類と区別でき、和名もここに由来する。これは他のサバ科魚類には見られないが、近縁のクロタチカマスカに多く見られる。分岐した側線のうち一本は体側の矢や背中側を走り、もう一本は腹側に偏って、 おの直前まで走っている。航海から日本の南西諸島、オーストラリア北部、フィジーまでインド太平洋の熱帯海域に広く分布する。オーストラリア北部周辺海域では、同族種シャークマクリルと分布域が重複している。沿岸の表層に生息し、産後省内の水路や外省斜面周辺で大きな群れを作る。魚類、甲殻類、等速類などを捕食する。 釣り、エーナは、刺し網、低地網などの沿岸漁業で漁獲され、焼き魚や缶詰などで食べられる。ありがとうございます。